クイントス・ムキウス・スカエオラは、紀元前2世紀後期から、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家。紀元前117年に、執政官を務めた。アングルを務めたことから、スカエオラ・アウグルと呼ばれることもある。ラルス・ポルセンナの前に立つガイウス・ムキウス・スカエオラ。マシアス・ストメルが、1640年代初頭、古代の歴史家は、紀元前508年に、 ローマを包囲したエトルリア王ラルスポルセンナを暗殺しようとして捕虜となり、その面前で自身の右手を焼いて勇気を示した伝説的な英雄であるガイウスムキウススカエウォーラを向き、ウス氏族の先祖としているが、現代の研究者はこれはフィクションであると考えている。スカエウォーラというコグノーメンは首に巻く弾コンのお守りに由来する可能性もある。実際、交換を出したムキウス氏族は、 プレブス系であり、歴史に登場するのは比較的遅く、紀元前220年にクイントス・ムキウス・スカイウォーラが執政官に就任した時である。このクイントスには二人の息子があり、プブリウスは紀元前175年に、クイントスは紀元前174年に執政官を務めた。紀元前174年の執政官、クイントスの息子が本記事のスカイウォーラである。 プブリウスの息子プブリウスは、紀元前133年に、プブリウス歴ニウスクラススィワエスムキアヌスは、紀元前131年に、執政官を務めた。この一族の代表者は、伝統的に軍事分野ではなく、法学と生殖の専門家として活躍した。二人のいとこは共に最高人技官であり、法律書の著者であった。スカエワラもその伝統を引き継いだ。スカエワラと、 父、クイントゥスの執政官就任年には57年の開きがある。このため、ドイツの歴史家エフミュンツァーは、スカエワーラの生誕年は、クイントゥスの執政官就任年以降であると推定している。実際、キケロは、弁論家についての中の紀元前155年の話に、若きスカエワーラを登場させており、ミュンツァーの説と一致する。一方で、 同じキケロの友情についてでは、紀元前129年の時点でクワエストルになれる年齢と記している。とすれば、紀元前160年頃の生まれとなるが、ミュンザーはこれを単なる混乱としている。若きスカイオラはスキピオサークルの一員となり、他のメンバーとギリア文化への愛、恩恵な改革の計画などを共有していた。紀元前155年。 第三アカデミアの創設者であるカルネアデスがローマを訪問した時にはスカエワオラも多くの若いローマのノビレスと共に彼の講義に参加したがスキピオサークルのメンバーはアカデミア学派よりもストア派を好んだスカエワオラは遅くとも紀元前140年までにはスキピオア・アエミリアノスの最も親しい友人であったガイウス・ライリウス・サピエンスの長女と結婚したこのため サピエンスのジルと結婚したガイウス・ファンニュースとは、義形弟になる。紀元前129年、またはそれ以前に、スカイウォーラは、終身職であるアウグルに就任した。この時の候補者の一人はファンニュースで、ファンニウスの方が年上であったが、サピエンスは、スカイウォーラを支持した。サピエンスはファンニウスをあまり好んでいなかったようで、アウグルの地位を、年下の方の向こうに与えたのではなく、 年上の娘に与えたと述べている。スカエワオーラは、一族の他の人物と比べると、クルススホノルムを登るのがかなり遅れた。ミュンツァーによれば、これは、スカエワオーラが、グラックス兄弟と、家族ぐるみで親しかったことが影響している。ティベリウス・センプロニウス・グラックスの戦友の一人である、ガイウス・ブロシウスが、スカエワオーラ家と強い結びつきがあったことをキケロが、記している。キケロはまた、 ガイウス・センプロニウス・グラックスの首を取って、賞金を得たルキウス・セプティムレウスを嘲笑う冗談を語っている。セプティムレウスがスカエオーラのところに来て、アシア族州総督の地位を求めたとき、彼はこう答えた。愚かな男よ。なぜそんなものが必要なのだローマには、アシキ市民が大勢いる。お前がローマに泊まるならば、数年後には大金を手に入れることができるだろうに。 私がそれを保証しよう。キケロ、弁論家について、2、269スカイウォラは、紀元前128年に、古民館に、紀元前125年には、アエリリスに就任した。また、遅くとも、紀元前120年までには、プラエトルを務めた、はずである。この時スカイウォラは、アシア属州の総督を務めたが、ここは10年前に、 いとこのクラッスススススディウエスムキアヌスが総督を務めた、た。土地であったスカエオーラは不妊途中に当てないとロードスを訪れ有名な習字化アラバンドのアポロニウスに会っている紀元前119年ローマに戻ったスカエオーラはすぐに不当利得返還訴訟で裁判にかけられた告訴したのはスカエオーラに対して個人的な恨みを持っていたエクイテスのティゥス・アルブキウスであった ギリシアで教育を受けたアルブキウスは、ほとんどギリシア人と言っていいほどだった。ため、アテネでスカエオラと会った際に、霊障の対象となってしまった。スカエオラはアルブキウスにギリシア人として挨拶した。同時代の詩人で、風刺作家であるルキリウスは、スカエオラの口から出たことを語っている。ルキリウスはこの出来事をユーモラスに解釈し、両者を共におかしいものとして、 描こうとしたため、実際よりは誇張されている。ギリシア人アルビキュースよ、もはや、ローマ人でもサビニ人でもなく、勇敢なケントリオたちを生んだ故郷を捨てたのか。なのに、私がアテネに来ると何時は私に敬意を払いに来た、私の好きなユーモアを示すため、ギリシア語で、おはようと言ったのだ、キケロ、善と悪の究極について、愛、旧、ミュンツァーによれば、 この対立は二人が信じる哲学も影響していた。アルキビウスはストア派のスカエワラとは異なり、完全なエピクロス派であった。検察側は、スカエワラの友人の水頭帳を根拠に攻め立てたが、スカエワラは自己弁護により、無罪を勝ち取ったにも書かれているが、スカエワラを告訴した若者、アルブキューズを栄光ある人物としており、全くの混乱が見られる。この裁判が行われたのは、 紀元前119年、あるいは翌年前半と推定される。この裁判に勝利したこともあって、スカエゴラは紀元前118年末の執政官選挙で当選し、紀元前117年の執政官に就任した。同僚執政官はルキウスカエキリウスメテルスディアデマトゥスで、メテッドスケはローマで最も有力な一族であった。現存する資料に残っている。 この年の主たる出来事は一つだけで、ディアデマトゥスのいとこのルキウスカエキリウスメテルスがダルマティアで勝利し、外戦式を挙行したというものである。失勢官人期完了後のスカエオラに関する記録は少ない。それにもかかわらず、スカエボラは元老院で大きな影響力を持ち、彼の意見はしばしば決定的なものであったことが知られている。彼が権威を持っていたことは、 スカエオラの義理の息子であるルキウスリキニースクラッススの選挙運動中のことであるが、ホルムに義父がいるのを見て、有権者にバカなお世辞を言って、投票をお願いするところを見られたくないと、迂回したというエピソードからもう伺い知れる。紀元前100年には、元老院と五民館、ルキウスアップレウスサトゥルニヌスの対立が決定的となるが、すでに年老いて病気にかかっていたスカエオラが、 公開討論のために、議事堂横のコミュニティウムに、槍にもたれかかって現れた。このエピソードで、彼は、体が弱っているにもかかわらず、その精神の強さを示した。紀元前90年代の政治闘争においては、スカエワラの運命は、義理の息子で、その時代の最高の弁論者と言われた、クラススの運命と結びついていた。歴史研究家イーベイディアンによると、 クラッススは、しばらくの間メテルス家の派閥の一員であったが、紀元前94年か、紀元前93年に、クラッススの娘がガイウス・マリウスの息子の妻となった。この関係のため、紀元前88年に、ルキウス・コルネリウスらが、ローマ中心地を占拠し、マリウスを敵と宣言する案を、元老院に提出したとき、スカエオラはそれに強く反対した。彼は、ローマと、 イタリア全土を救った人物を敵とは認めないと述べたが誰も彼を支持しなかった。プルタルコスはショーマリウスがアフリカに逃げる際に必要な物資をスカエオーラの所有する農場から得たとしている。これが資料に残るスカエオーラの最後の記録である。このことからスカエオーラは紀元前88年かその後すぐに死去したと推定される。 晩年には健康状態が悪かったとされるが、それでも80歳を超えて生きたことになる。スカエワオーラは青年期に義理の兄であるファインユースと同様にロードスのパネティウスに哲学を学んだが、彼の主な関心分野は法律学であった。スカエワオーラの功績は哲学的範疇を法的根拠に移植したことであると考えられている。スカエワラは民法の知識と あらゆる種類の知恵によって際立っていた。彼は法廷に姿を現すことはほとんどなかったが、それを必要とする人には誰でも無料で助言を与えた。スカエオラは生徒は取らなかったが、熱心な聴講者には自分の顧客の相談に応えながら教えていた。義理の息子のクラッススも若いキケロもスカエオラから市民法を学んでいた。キケロはブルトゥスで、 ローマの弁論家を列挙しているが、スカエワラに関しては、必要な時は弁論も言ったが、弁論家のうちには数えられなかった。何と言っても彼が優れていたのは、市民法の知識とあらゆることに対する判断力だったとしている。スカエワラの弁論のスタイルに関し、最もエレガントな表現をすることができる詩人、ガイウスル・キリウスは以下のように述べている。 彼の言葉のなんと優雅に配置されていることかまるで、まだらな文章とともに、巧みに舗装に埋め込まれた四角い石のようだ。キケロ、弁論家について、3、171、スカエオーラは、紀元前140年の失政官、ガイウス・ライリウス・サピエンスの長女・ライリアと結婚し、二人の娘を設けた。カズトは、紀元前95年の失政官、 ルキウスリキニウスクラッススの妻となり、もう一人はマニウスアッキリウスグラブリオと結婚した。リキニウスには二人の娘がおり、いずれもスカエワラの存命中に結婚している。カズトはプブリウスコルネリウススキピオナシカと、もう一人はショーマリウスと結婚した。ポンペイウス派の有力人物であるクイントスカエキリウスメテルスピウススキピオナシカは、ひ孫である。 紀元前54年の五民館、クイントス・ムキウス・スカイウォーラは孫であるとの説もある。そうであるとすれば、スカイウォーラには、娘だけではなく息子もいたことになる。Z ・アボーラフスキー、Y ・サム・アスペクツ・オブ・ザ・ポリティカル、ストラグル・イン・ザ・ロマン・セネート、ブレティン・オブ・エンシェント・ヒストリー、から1977、S182 から191、L ・オン・ GQ。 ムーシス・シーベラ、コールド・ザ・オーガー・ロク、ウィリアム・スミス、ディクショナリー、オブ・グリーック・アンドロマン・バイオグラフィー・アンド・ミソロジー、から1870、T3、S733。ありがとうございます。